アロンゾ・ブライアントリアーはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のプロバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。アリゾナ大学で主力として活躍。3年目は平均18.1得点と AS としてチームを牽引した。3年目のシーズン終了後に2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたがどこからも指名されなかった。 ドラフト後の2018年7月3日にニューヨーク・ニックスとツーウェイ契約を結んだ10月17日のアトランタ・ホークス戦で NBA デビュー11月23日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦でキャリアハイとなる25得点を記録したその後も NBA の試合で結果を残し12月13日にニックスと2年700万ドルの正式契約を結んだトリアーは シーズン開始から2ヶ月以内に正式契約を結んだ最初の選手となった。1年目の2018から19シーズンは64試合に出場した。オフにニックスがチームオプションを行使したため来期の残留が決まった。2019から20シーズンは制裁を書き、プレイタイムも大きく減少。そして新型コロナウイルスの影響で シーズンが中断している2020年6月26日、ニックスから解雇された。ディオンドレー10、アランソ、トリアーディクレア 4NBA ドラフトアフターアリゾナ、エス・スタニング・ロス。www.yahoo.com。2020年7月7日閲覧。ニックスサイン、アイザイア・ヒックスアランソ、トリアー22、ウェイ・コントラクッツ。 ニューヨークニックス2020年7月7日閲覧ペリカンズ VS ニックスゲームリキャップノーベンバー 232018ESPNESPN.com2020 年7月7日閲覧ニューヨークニックスサインアラン・ソトリアニューヨークニックス2020年7月7日閲覧 SNY The Home of All Sings New York Sports www.sny.tv.2020 年7月7日閲覧。ニューヨークニックスクレームセオピンソンオフウェーバーズ。ニューヨークニックス2020年7月7日閲覧。ありがとうございます。